はい、皆さん、どうかな。はい、じゃあ座ってください。次の写真を撮ります。
ほら、さっきの機械ぐらい触ったら出るの。
まだできます。でね。
저는 피규어 作ってもら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 って
みんなね、あの社交場を作るときにお皿とかこう入れ物って泡立っちゃうんですよ、増やすとか。シャボン玉ってね、泡がいっぱいあるとできにくくなります。それで泡を必ずね、やるときはね、あの取ってください。じゃあ次は、どんどんちゃん。二つの音。だから、どんな女子で、一人の人はシャボン玉をかけます。もう一人の人はシャボン玉をくっつけて、面白い形にします。あ、今度は中に入りました。あ、今度また中に入った。お友達同士やるんですよね、こうやって。で、一人で一つの道具で5枚です。じゃあそれを見てみます。ほら、シャボン玉を忘れました。何回外すのかみんなで競争していいね。すごい楽しいからね。まだ外すってます。あ、このために入りました。ね、こうやって一人で行くよ。ちっちゃいの拭いた後、自分で大きいシャンプーを作っていく。すぐ、ね。はい。じゃあもう一つです。これを覚えるとすごくいいからね。いいですね。はい。左から作ってます。はい。今、宇宙シャンプーからね。あの、風船割れた方が見なくていいから。はい、これ分かる？ほら、最初からシャボン玉が中に入ってるんだよ。これ見せてほら、え、あ、2つも入ってるから。これはね、高学年でしか覚えてないけど、世界の誰もがやってない技なんだから。ほら、バターポップって言う、そしてね、中に入った。ちょっと見せてみて。はい、こうやってみてください。はい、それでは次はね、ちょっと形をやります。はい、ありがとうございます。これなんだか分かる？どんぐり？どんぐり？うん。じゃあ、ナスですよ。ナス。ナスなんでしょうか？はい。簡単に言いますよ、ナスもね。じゃあ、どんぐり。ほら、みんなが前に来なくなったら、少し空気が良くなって、ちょうどできるようになりましたね。さあ、これは何でしょう？ヤギ？